ハンブルクに現存するハイリゲンガイストフェルト校舎砲塔ウィーンに現存するアウガルテン校舎砲塔校舎砲塔は第二次世界大戦中にドイツ空軍が連合国の空襲から戦略上重要な都市を防衛するための都市防空設備として建築した鉄筋コンクリート製の巨大な高層防空施設である。現在も中央ヨーロッパの大都市のいくつかにその意向が残る。 第二次世界大戦が現実のものとなるに従い、都市に対する戦略爆撃の脅威に対する防御は重要で、あるとして各国では防空体制の整備に努力が注がれた。ドイツにおいては、都市の地形によっては、地表面に配置した高射砲では、取れる社会が狭く、都市の全域をカバーするには極めて多数の高射砲陣地が必要であり、 効率的な防空体制の構築は予算的にも部隊の規模的にも困難であるとの分析がなされた。これを解決するために高層建築物の上に校舎法を設置し広い社会を確保して効率的な防空体制を構築すべく建設が進められたものがこの校舎法等である。重要都市の中心部に建造され都市防空の中核と位置づけられていた。 最初の高射砲塔は1940年にベルリンに建設され、ついでハンブルク、ウィーンに建設された。しかし、この多機能重武装の高射砲塔も連合軍の圧倒的な数の爆撃機の前には大きな効果を上げることはできなかった。実戦で大きな戦果を上げたという記録もほとんど残されていないが、1945年のベルリン市街戦では、 市内に侵攻してきたソビエト軍第8新英軍がティアガルテンの後者砲塔と戦闘を行ったことが記録されている。また、ウィーン構成においても後者砲塔がソビエト軍地上部隊と戦闘を行い、進撃を遅延させている。戦後は武装をはじめとする各種装備は撤去され、後者砲塔自体も解体撤去が進められたが、あまりにも頑丈に作られていたことから、 爆破解体が困難であり、現存しているものも多く様々な用途に転用されている。高射砲塔は高さ30メートル以上にもなる巨大な鉄筋コンクリート製の建築物であった。爆撃による大型爆弾の直撃にすら耐えるために厚さ数メートルの分厚いコンクリートで作られており、どの塔においても高射砲や対空砲がハリネズミのように配備されていた。 光射砲塔は光射砲の設置された G 塔と呼ばれる砲戦塔とレーダーや光射式装置を備え、それらが発砲による衝撃波の干渉を避ける要数百メートル離した位置の L 塔と呼ばれる式塔で構成され、両者は通信専用トンネルで連結されていた。左から第1、第2、第3世代の G 塔光射砲塔には建造時期によって デザインの変遷があり、概ね3世代に分類される。12.8センチメートル校射法を法種が、ミサオ法中。砲左側上部の2名は装填手。彼らの前に、新幹調整装置と自動装填装置があるウィーンの高射砲塔の配置。ビルヘルムスブルク高射砲塔、シティフツカゼルネ高射砲塔。ありがとうございます。